ちは、シトレイです。今私がどこにいるかと言いますですね、どーん、長野県は上田市ですね。今回初地方ロケですね。新しいチャンネルになってから地方にも行きたい行きたいって言いながら行く行く作業してたんですけどもようやく地方に行くことができました。なんでこの上田に来たかと言いますと、実はですね、スタイリストの小沢宏さんという方が上田でお店を始めたということで、それをお披露目ツアーに呼んでもらってここに来てます。なので他にも、ファッション業界の人が、バスに乗って、修学旅行のようにしてみんなここに来ました。初めて上田市来たんですけども、なんかすごくね、いい感じのこうのんびりした感じの街で素敵ですね。でこっちですね、九段のお店はこちらになります。エディトリアルストアになります。まず1階が小沢さんのパートナーの方がやっているカフェになってます。そして奥がボンカドーといって、ギフトのお店になってます。ギフティング商品を扱う商品になっていて、で、小沢さんのお店はここから始まります。2階からですね、2階3階がお店になってます。早速行ってみたいと思います。なんかそう、白木のいい感じの空間ですね。この DIY な感じ。お、小沢さんに早速でもお話聞いちゃって、あ、もちろんです。いいでしょうか。すごく面白いコンセプトのお店って聞いたんですけど、はい、改めて小沢さんから、そのお話聞かせてください。僕がずっと雑誌のスタイリストをやってきたので、うんうん、その雑誌のスタイリストがもしこう 3D 化されたものを作ったらどうなるかっていうふうに考えて、立体化、お店っていう形ですね。そう、うんうん、例えば雑誌だったらビームスと、うんうん、例えばジャーナルスタンダードが、うんうん、1個のページに入ってるのはまあ当たり前だと思うんですけど、はい、今まで世の中にビームスの洋服とジャーナルスタンダードの洋服が一つのラックにかかっているお店ってなかったと思うんです。スタイリスト的な発想だったら当然ビームスのジャケットにジャーナルのフードパーカー合わせるみたいなのもあると思うので、それをまあ僕はお店っていう空間を使って雑誌の 3D 化っていうのは例えばそういうところで表現できてるのかなと思います。なるほど、はい、あと面白いなと思ったのがラベルですね。あ、これ詐欺風だ。これここについて話がこの5種類、これはどういうことなんですか？一番上のライブストックっていうのは、うんうん、デッドストックの対義語として、まあ、僕が考えた造語なんですけど、うんうん、ここに並んでる洋服って最終的にはその全部デッドストックで、お店で売られてました、うんうん、売れ残りました、セール売れ残りました、うんうん、アウトレット売れ残りましたみたいな、うんうん、本当に言い方悪いけど絞りかすみたいなものなんだけど、スタイリストだったらそれをなんかこうフレッシュにもう一回こう再編集することができるんじゃないかなと思って、うんうん、で要はだからデッドストックだったものを僕がピックアップすることで生き返るっていう意味でライブストック、うんうん、で B グレードはまあ B 品ですよね。ちょっと傷物だったりとか、うんうん、でサンプルはまあサンプル品と、うんうん、でユーズドは古着なんです。今のところは僕らこれやってないんですけど、うんうん、でマッシュアップっていうのはもともとあるものに、まあ、これは違いますけど、例えばこういうものにプリントを入れたら、うんうん、まあ、こういう一手間加えたことをマッシュアップって言っていて、小沢さんがちょっとプリントしたりとか、そう刺繍入れたりとかっていうシリーズがテーマになっている。ちなみにたくさんのブランドたくさん置いてあると思うんですけど、はい、どういう基準で置くんですか？大体は倉庫に行って、うんうん、ここからここまでのパッキン開けて選んでくださいとかって言って、半日ぐらいかけてパッキン見ている、うん、いらないみたいなことをずっとやる。100枚から2枚見つけるとか、1000枚から3枚だから、感覚的にはね、すごいその手間が注がれてるのがすごいなって思いました。例えば、うんうん、これジルサンダーとマッキントッシュのコラボ、うん、へー、こういうのも世界限定17枚の2着目なんで余んの？分かんない。でも世の中に埋もれる、うん、埋もれそうになってたのを、うんうん、それこそデッドを僕がこう引っ張り出してライブに変わったので、うんうんうん、こういうこれは割と象徴的な一品かもしれない。そうですね、びっくりした。そうこういうのがポチポチあるんです。へー、例えばなんかこれとかもリビルドバイニードルスの、ニードルスの再構築ですね。そう、うんうん、これもニードルスなんかも世界的人気なのに、うんうん、やっぱりこうちょっとクレイジーなやつはちょっと余ってたりとか、これとかもヘロンプレストンとかもフホワイトとかそういうハイストリートもやれてるし、うんうん、スタイリストとしての幅みたいなのがこの空間で伝えられるといいな、うんうん、そのストリートからカジュアルから、うんうん、カルーゾみたいなところまであって、確かに。そしてこれですよ、今回カルードで何がやってるって聞いたんですけれども
タイトルがカルーゾのワカルーゾ、まあダジャレといえばダジャレなんですけど、うんうん、カルーゾの僕が思う本当の魅力みたいなものをここで伝えられるといいなと思って、うんうん、今日からスタートする。スペシャルイシュー。基本的には、うんうん、この部屋のコーディネートで必ず1個ずつカルーゾが入っていて、うん、こんななんかショートパンツのルックなんだけど、うんうん、このジャケットもカルーゾ。ほう。で、このショートウールのショートパンツもカルーゾ。カルーゾショートパンツとか出してるんですね。そうでしょ。例えばこの白いタキシードがカルーゾなんだけど、うんうん、そこにこうエンジニアードガーメンツの花柄のアロハシャツを合わせるみたいな、うんうん、こういうスタイリングでカルーゾの魅力を引き出す。スタイリングで全然見え方違いますもんね。確かに本当そう思います。じゃあ早速見てきますか。これはどれがカルーゾ、カルーゾ探しみたいになってる。こちらがカルーゾになります。にちょっとこうサイ の, あのスポーツトラックみたいなも合わせて、これはこういう感じで着てくださいみたいなイメージでしょうね。ちょっとラルフローレンの古着でカジュアルにっていう感じですかね。これはなんや、これはなんや、ジャケットかな、ジャケルーゾかな。あ、ジャケットですね。これの合わせ方が面白くないですか。ナイロンジャケットに、うーんとこれなんだろう、釣りするときに使うやつ、ね、にパーカーって、この合わせ方がスタイリスト初って感じしませんか。やっぱさ、何を着るかじゃなくてどう着るかですね。今ドドンって言いたいんですけど自分に持ってこうとする。こっちはもうちょっとあの着やすい感じに、同じそのカルーゾのナイロンジャケットなんだけども、まあ、パーカー合わせてみたいな、ね、ナイロンもあるんだね。ちょっとね、綿入ってるから、しかもあったかいと思う。これ55,000円タックスインで、まあ、デニム合わせにしてくださいっていうことだったりとか、本当こうスタイリング見てると小沢さんと話してる気がする。小沢さん、こういうこと考えてこれを崩そうとしたんだなとか、この襟の乗せ方とか、紫のジャケットパンツだけで見ると結婚式用になっちゃって、普通の時に着ないなって思うと買わなくなっちゃうんだろうけど、こういう風に合わせてあげるんだっていうのが分かることによって、あ、いいじゃん、別に買おうかなみたいな、普段使いもできるんじゃになりますよね。こっちはですね、カルーゾのコートですね。キバキバが立ってるような生地になってるんですけども、それにスウェードのパンツ、確かにこれも着る人選ぶだろうなって感じのパンツと、レザーのブーツです。でもこうやってこうワントーンコーディネートにしてあげると、素材の違いで遊べる、同じ茶色でも素材の違いで遊べて面白い、深みのあるスタイリングになってるんじゃないかなと思います。さすが。こっちはダブルの綺麗めなコートですね。綺麗めなコートにスカーフに、でも中が実はナイロン素材のシャツで、かつ中綿入ってんですよ。しかもこの遊び心のあるシャツどこやのんと思ったら、これもカルーゾだった。こんなふかふかしたシャツあるんだね。てかカルーゾこんなの作るんだね。面白い。全然その裏切りがある。そしてこっちはナイロン素材のジャケットにストリートっぽいベスト合わせの迷彩柄のオフホワイトのパンツですね。このサンダルに靴下合わせっていうところが多分小沢さんの趣味をセンスを感じさせますね。こっちがどこがカルーゾ、どこルーゾ、あ、はいちょっと一瞬これっちがカルーゾかと思ったら、それではなくて、こっちはプランネルっていうところですね。このベストがカルーゾでございました。中に着ているのがミスタージェントルマンのシャツと、パンツもカルーゾですね。こっちはちょっとシックな仕上がりに、こういう大人っぽい仕上がりもできるよっていう感じになってます。ニットの暖かそうなジャケットにシャカシャカ素材のカットソーですね、にフリーユアマインドと書いた癖のあるパンツに癖のあるシューズを合わせるという、でもなんかトータルで見るとまとまってますみたいな。多分カルーゾって一番遊びがいがあるんじゃない。今見ててようやくカルーゾが分かるぞになりましたね。ちゃんと拾ったでしょあとこっちにもお部屋があるらしいんで行ってみますか。結構みんなキャキャ話しながらいりますね。なんかここら辺に小沢さんの趣味が詰まってる感ありますね。音楽だったり本だったりとか、すごい1979年の10月10日号ちょっと見て、いつも男前でいたいって書いてある表紙これやからね、すごないかあ、そしてサルトレースもございます。サルトレースございます。リーディンアリシヒのシトウ、この服買った自分を褒めたいですね。これ確かパリの古着屋で買いました。これもカルーゾですね。
なんかこれはちょっとイメージにある。でセットアップになっていたりとか、カルーゾパーカーも出してる。ほらサンプルなんでいろんなのあるんですよね。あ、なるほどなるほど。サンプルで実際こう使わなかったとか作らなかったものとかが、なんかそのこの歌すごいよすごい今日はちょっとあの DJ ハッピークリノガっていうエイティーズ気分のものばっかり持ってきたんで。あ、これ私物ですか、もしかして。私物です。私物わざわざ持ってきてくれました。今回このカルーゾはクリノさんも企画している。僕と中尾と、うんうん、小沢くんの3人で企画します。3人企画です。小沢くんのお店が良かったから、うんうんうん、なんかこういうところでサンプルを世に出したいねっていうことは一つあったんですよ、ね、今日は一日ここで接客してます。あと DJ ちなみにクリノさん、はい、クリノさんにとってのカルーゾの魅力って何ですか。よくできてる割に真面目すぎない、うんうん、どういうことですか。例えばだからこれ彼女のスーツの上着だけ着てるんですよ、うんうん、だけどこうやってこういう朝のシャツにカラーのパンツにも合っちゃう。パストがないとか、うんうん、真珠が薄いとか下手が柔らかいとか、うん、この人自身にフレキシビリティがあるから、うんうん、いろんな着方ができるんですよ。これちゃんと着ようと思ったら、うんうん、これのパンツでスーツにして、うんうん、そのシャツにネクタイするんですけども、うんうん、今日はまあ、小沢くんスタイリストなんで、うんうん、ちょっともっと自由な格好にしたいなと思って。なるほど。いやそのシャツに、うんうん、カラーのパンツ。なるほど、素晴らしい、ありがとうございます。いいえ、さすがです、さすがです。下はですねカルーゾ以外のライブストックなどなどが取り揃っています。やっぱすごい、ほら多分小沢さんが携わっていたポパイなんじゃないの、ここら辺。ほい、あ、さっきのスタイリングで使ってたやつだ。これどこのだったんだ結局。あ、手羽こんなん出してたんだ。オフホワイトがあったりとか、あ、買いそびれてたなみたいなのってあると思うんですよ。あのシーズンのあれ欲しかったのにみたいな。それがもしかしてここにいたらある可能性がある。ここら辺あの私の好物的なところですね。癖強い系のアイテムがありますが、この変なコートはどこでしょう。ニードルズですね。確かにこれロックスターじゃなきゃ着ないよっていうね。こっちも結構癖の強いアイテムが置いてあったりとか。あれでもここ私好きゾーンですね。あ、好き式、ほら式式、これもニードルズですね。なんかこのモハモハにモハモハの帽子合わせるあたりが小沢さんのなんかこうセンスを感じますね。ちなみにこれはリバーシブルで使えるらしいですね。で使えるんですけれども、小沢さん曰くリバーシブルって前も何かのアイテムの時にコメントしたけど、結局 A 面 B 面どっちかがメインになるのよと。わかるわ、多分こっちしか使わないタイプですよね。あ、あとこれはもしかして、あ、さっき小沢さんが言ってくれてたマッシュアップシリーズですね。ようやく会えました。多分ここに刺繍を入れたいとか。エディストリアルエディツト諦めるあ、こういう合わせするの新鮮。レディースでも良さそう。あ、これがビームスなんだ。確かにブランドものとこう企業ものはこんなにこうフラットな感覚で置いてあるってすごい珍しいお店だなって。でも確かに自分のクローゼットを見るとこういう感じですよね。こう実は一番リアリティのあるショップなのかなっていう気がしました。自分のクローゼットに置き換えて考えると。こんな飛ばしたのはここでしか見られませんよ。楽しい。情緒あふれる城下街に来てみました。なんかちょっとこう雰囲気ありますね。ちょっとカフェとかがあったりとか。探してみてみます。あ、パン屋さん。古い家をそのままずっと残してんだね。天高も低いし、ね、2階がカフェみたいになってるみたいですよ。酒屋さん、今日はちょっとお休みみたいですね。ちょっと金沢の城下街とちょっとに茶屋街にちょっと雰囲気似てますね。雑貨ですね。サボテンがあったりとか。このセレクト本屋さんも面白いと聞きましたね。ちょっと写真集から絵本から割と面白い。古本ですね。こういうのもやっぱ性格出ますよね、本のセレクトって。これ面白いよ。罪の声映画になったと思う確か。あ、どうぞどうぞ。
ほぼほぼそこに絞ってるところもある。そういうことですね。シノさん始めたの何年ぐらい？ちょうどコロナ始まって、でお店が全部閉まっちゃって、お店をこうシェアアップしたいっていうか、盛り上げたいっていうのがあって、いつでも行けるようになった時に、あの動画見て行きたかったなっていうふうに思ってくれてたんです。なるほどね。これあの人の間だから。金ちゃん、金ちゃんだっけ？会いたい。紹介されたい。今度一緒に行きますご飯。超楽しいよ。はい、今ねみんなとご飯を食べてるんですけども、なんかファッション業界でいろんなジャンルの人が集まってすごいざっくばらんなハッピーな話をしてるんですけども、まあ、まだまだ長い話が続きそうなんで、とりあえず今日のところはこのくらいにしときたいなと思います。またエリトリアストアもそうなんですけども、これからもどんどん地方の素敵なお店に足を向けていきたいなと思っているので、もし皆さんの近くでこのお店いいよみたいなのがあったら、ぜひコメント欄に書き込んどいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。